見てたよ。ずっとずっとコメント欄見てたよ。浮気してた？うん、浮気してたの。あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。へえ、バレないと思ったんだ。まあね、いいよ。あ、でもね、あの松井的にはあの真実は見てください。いや、見て見て見てあげて見てあげてほしいけど、やっぱね、デビューしたての女より祭りと作った思い出を忘れんなよってことだよね。うん。箱推しはいいことだ。箱推しはいいことだけど、まあ、祭りとの思い出忘れないようにね。うん、それだけはね、よろしくお願いします。うん、まあ見て見てあげて。もう後輩ちゃんも絶対見て、絶対見ろ、お願い。お願いします。うん、あのね、ディスコでね、結構ラプちゃんと話してるんですけど、いい子だな。って感じ。なんか、いい後輩。うん、緊張したーって言ってたから、優しくしてあげてください。うん、よろしくお願いしますね。ということで、配信見ててもいい子だってわかる。めっちゃ緊張してたよ。すごい、すごい、緊張してるんだなーと思いながら見てた。でも動画のクオリティもめっちゃすごくない？なんか新しい子が入ってくるといいよね。新しい風が、なんか吹くというかさ。あのね、フォローのスタッフさんも、新しい人、実は女がね、女が増えてた。松井ちゃんがナンバーワン。ほんまか？ありがとね。なんかね、アクアちゃんみたいな、アクタンみたいな人と、あとね、誰でもない、こう、めっちゃ、なんか、うやーみたいな子が増えてた、新しい女がね。全然、なんかキャラクターが違うんだけど、仲良さそうでね、すごい良かった。一人は、まつりさん、おはようございます。これ、マイクです。かわいい。そう、かわいいや。え、めっちゃかわいいんだよ。うん。あ、もう、かわいいんだよね。うん。あ、もう一人は、なんか、結構、オタクに優しいギャルみたいな、こう、もう一人はね。うん。まつりさーんみたいな。うん、ビビのぬいぐるみ持ってきて、これ可愛くないですかみたいなのが、もう一人の子。もうなんかね、すごい、良い、あの二人の絡みてーてーみたいな、タイプ真逆、そう、おとなしい感じの子と、なんか元気な、ちょっとオタクに優しいギャルみたいな感じの子。もうなんかもう、その事務所でスタッフてーてーっていう。だからね、なんかそういう意味でもスタッフさんも新しい子増えたし、まあ6期生でね、新しい子たちも増えまして、まあ、ホロライブに新たな風がね、吹くと言ったところじゃないでしょうか。